コースティックステージ最後の曲にしたいと思います。大切な人に書いた曲を歌います。親愛。向かいの席、小さくなった茶碗と冷蔵庫、減らない麦茶。僕たちは変わらないようで変わっている。疲れ顔のあなた迎えた夕方の玄関。今は目まき姿のあなたに会えるだけでありがたい。無理やりに抱きしめるのはあなたを失うことが怖いから。遅かったかな。愛を伝えるのが遅かったよな。あなたはずっといると勝手に。誕生日には毎年決まって洋服を送る。いつまでも、いつまでもおしゃれだあなたでいてほしい。たくさん笑って欲しいって思ってるのに、シワは増えないでなんて、わがままな思い。夜中のリビングで初めてこぼしてくれた小さな弱音。素直になれただろう。僕は「これから何を返せるだろう。僕は」伝えるのは毎日のあなた。
に伝えるよ、あなたと生きられるこの時間が、愛すべき日々と知った、ワンサイズ小さくなった T シャツと少し冷えた小さな手、今日もありがとう、愛してるよ、溢れくる